ファンの皆様、本日も盛岡競馬お楽しみいただきまして誠にありがとうございます。そして盛岡競馬場にお越しの皆様、雨の中お集まりいただきありがとうございます。大変力強い声援も飛んでいる盛岡競馬場のパドックでございます。ただいまよりスーパージョッキーズトライアル2010第1ステージに参戦いたします。ジョッキーの紹介式を始めさせていただきます。私、司会の古川です。よろしくお願いします。さあ、それでは出場ジョッキー北から順番にご紹介してまいります。まずは北海道代表服部隆文騎手です。初出場、今年16年目を迎える34歳です。ガッツあふれるプレーでファンのみならず信頼の厚いジョッキーです。また2002年の JRA 函館競馬では16番人気勝政権を勝利に導くなど強烈な印象も残しています。どうぞ皆さん、ファイターあふれる騎乗にご注目ください。続いて南関東リーディング第1位、大井の戸崎啓太騎手です。スーパージョッキーズトライアルは2年連続3回目の出場。今シーズンは帝王賞、ジャパンダートダービー、東京ダービーを制覇。3年連続リーディングジョッキーへ向けて質量とも十分な勝ち星を重ねています。続きまして南関東リーディング第2位、酒井秀光騎手です。3年連続3回目の出場。飽くなき向上心で今や南関東を代表する一流ジョッキーとなりました。今年1000勝ジョッキーの仲間入りを果たし、リーディングを狙える位置まで来ています。このシリーズでは過去1勝を挙げています。さあ、そして昨年のシリーズチャンピオンの登場です。大井の的場文雄騎手です。6年連続6回目の出場。昨年は第2ラウンドで2連勝を決めて見事に優勝を飾りました。今シーズンは通算6戦勝も達成、メンバー中最年長の54歳ながらも豪快な騎乗は健在です。南関東4人目は川崎の今野忠成騎手です。5年連続5回目の出場。デビューの年から才能を開花させ、時代を担う騎手として周囲の期待に応えています。このシリーズは初出場の11位から10位、そして4位と毎年成績を上げています。昨年は3位、今年はいよいよ優勝となるのでしょうか。金沢代表は吉原博人騎手です。4年連続4回目の出場。吉原騎手もデビューから大注目されたジョッキー。トゥインチアーズで JRA 京都もみじステークスを制覇するなど、若手ながらも見事に実績を重ねています。昨年は第1ラウンドでトップに立つなど総合2位、夢の舞台まであと一歩です。ワールドスーパージョッキーズシリーズに兵庫と並んで最多の3人を送り出している笠松からは東川正則騎手です。2年ぶり4回目の出場。三崎タービンとのコンビでおなじみ、フェブラリーステークスではあわやという場面を演出しました。名手揃いの笠松にあって厳しい環境を生き抜いてきた男、その凄みを感じていただきたいと思います。名古屋からは岡部誠騎手です。5年連続5回目の出場。このシリーズでは最も活躍しているジョッキーの一人。意外なことにこのシリーズは未勝利なんですが、2007年3位、2008年は2位の好成績。昨年はアクシデントに泣きましたが、今回悲願達成なりますか、ご注目ください。さあ、ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝者の登場です。兵庫代表の川原翔一騎手、このシリーズ初出場。1997年ワールドスーパージョッキーズシリーズ見事に優勝しました。今年は移籍した兵庫で激しいリーディング争いを制しての登場。世界と越したその技術、ぜひご堪能ください。福山代表岡崎純騎手です。初出場、的場騎手川原騎手に次ぐ50歳の大ベテラン、通算3000勝も視野に入ってきました。魔術師岡崎マジックと呼ばれる騎乗がこの盛岡でどう見られるのか、ワクワクしてまいります。2007年スーパージョッキーズトライアル優勝者、高知の赤岡修司騎手です。5年連続5回目の出場。ワールドスーパージョッキーズシリーズは堂々3位の好成績。今シーズンは8月31日現在で188勝、驚異的な勝率4割4分2厘を誇っています。佐賀代表は山口勲騎手です。立ちからもその技術を求められる佐賀のスーパージョッキー、その技術は盛岡の皆さんも目の当たりにする機会多いんではないでしょうか。荒尾代表です。杉村和樹騎手、3年ぶり2回目の出場。2007年の初出場時2位と大ブレイク、第3戦までトップに立ちました。2001年に荒尾競馬に新風を吹き込んだ若武者は現在993勝、通算1000勝は目前です。さあ、そしてお待たせしました、地元岩手小林俊彦騎手、3年ぶり3回目の出場です。岩手競馬年間勝利数215勝のレコードホルダー。今年は岩手競馬とは縁がある東京競馬場が舞台、それだけに小林騎手の雄姿を見たい気がいたします。以上、14名のジョッキーで今年は行われますスーパージョッキーズトライアル、どうぞお楽しみなさってください。さあ、それでは出場ジョッキーの皆さんにここで歓迎の花束の贈呈でございます。さあ、それでは
贈呈をお願いいたします。ジョッキーの皆さん、この後10レースのシルバースパー賞、そして11レースのシルバーホイップ賞、こちらの方に出場でございます。どうぞ声援を送っていただきたいと思います。さあ、そして8レース出走が近づいております。8レース騎乗の的場文雄騎手、それから小林俊彦騎手、大変残念ですが8レースの騎乗ございますので、ここで退席とさせていただきます。お二方どうぞ準備の方をお願いいたします。さあ、ジョッキーの奮闘、そしてスーパージョッキーズトライアル2010第1ステージ、どうぞ皆様ご期待ください。では騎手の皆さん、お客様にですね、これからブーケの投げ入れでございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ前の方に行ってブーケの投げ入れをお願いいたします。第10競争シルバースパー賞、第11レースがシルバーホイップ賞、2つのレースで第1ステージ行われます。さあ、以上をもちましてスーパージョッキーズトライアル2010第1ステージ紹介セレモニーを終了いたします。ファンの皆さん、どうぞご期待ください。